どうもこんにちは。今回は前回に続いてスティミュラスの続きをやっていこうと思います。前回はイントロダクションとハロースティミュラスのところをやったので、今回はこの3番からやっていこうと思います。3番はビルディングとか言ってるからちょっと違うかもしれないですけど、ちょっとまあ上から見ていってやりましょう。ラッピングザドームクリップボード API、まあいいや、見ていこう。まあなんかこんな感じでコピークリップボードっていうのがあって、まあ、これをコピーしたいというやつを作りたいっていうことですかね。まあやっていきましょう。まあここに追加していってもいいと思うので、あ、ここじゃないや、こっち、いいかな。はい、でコントローラーを作ります。でクリップボードっていうコントローラーを作るってなってるので、多分これは2つあったとしても、ここですね、ここにこれは生かしつつも、アプリケーションのレジスターで、よいしょ、クリップボードに対してクラスエクステンドでこういう形で作ってあげればいいはずですね。はい、これでいい。で、コピーっていうのを作っておきましょう。はい、ですね。でこっちはバインドしてあげなきゃいけないので、その辺を多分書かなきゃいけないんですけど、多分それは下に書いてあった。はい、これと、はい、これをここに書くと。はい、でデータターゲットにをこれに追加して、リードオンリーはついてるかな。はい、ついてますね。インプットの後にデータターゲットでソースというふうにしてあげます。でこれソースっていうと、多分このターゲットの指定が多分いるんで、はい、いった。これをここに書いてあげると、この書き方でもいいし、この書き方でもいいんですね。まあこの書き方の方がなんか楽でいいかな。はい、でソースってやると、まあ変数をデータバインドする変数を定義するっていうことになるらしい。はい、あ、ソースっていうかターゲットか、ターゲット。はい、で、あとはまあなんかいろいろ書いてあるけど無視で、クリップボードコピーをボタンが押されたときにやりましょうと。はい、でそうするとこれでコピーが呼ばれるんで、あとコピーの中でやりたいことをやればいいと。でクリックじゃなければデフォルトアクションは、あ、クリックってさっきやったんですよね。こっちだとなんか冗長というか長ったらしく、データアクションでクリックのハローゲットグリート、ハローのグリートを呼べというふうにしてるんですが、ボタンとか A タグだったらクリックがデフォルトアクションなんで、その時は省いていいよっていうことが書いてありますね。フォームだったらサブミット、インプットだったらチェンジなんで、まあ普通は書かないでいいっていうのは感じですかね。セレクトだとチェンジなんで。はい、だからこれですね、よいしょ、コピーされたら、ソースターゲット、ソースのターゲットですね、ソースターゲットをセレクトして、多分ソースターゲットってやるとエレメントが取れるんですね。でそいつをセレクトして、ドキュメントのエグゼックコマンドっていうのにコピーつながってます。なんかこれをやるとコピーできるんですかね、ちょっと知らないですけど、そしたらうまくいくよということが書いてあんのかな。プログレッシブリーエンハンスイングザピンフィールド、クラスでクリップボードボタンをなんかモニョモニョするといいよ的なことが書いてありますね。まあ、ちょっと後でやりますか。ただこれだけで多分コピーは動くので、これで戻し、いいですね、これで出ましたと。でここは、選択不可です。
で今何が入ってるかというとこのエグゼクコマンドみたいに入ってるのであのクリップボードにでコピーをします。貼り付けるとならねえじゃねえかというね、そういうことですね。はい、まあこれは自分でやれっていうことなのかな、ちょっと分かんないですけど、ここでコンソールログをやってあげると、コピードエラー出てる、エラーは出てないんだけどな、コピードは出るんですけど、コピーはあされてた、なんでしょうね、あされてますね、大丈夫みたい。はい、ということでコピーが動きました。では続きまして、クラスを定義しましょうと、これは HTML の話っぽいような気もするんですが、まあ、やってみましょう。はい、クラス定義しました。でクラスの、中身はこれですと。でこれは、下にスタイルでいいかな、まあ、普通に書いちゃえば多分いいと思うのでこんな形にしておきます。はい、でコネクトされた時に何かやれっていうふうに書いてるので、これですね、コネクトの時によいしょ、クエリーコマンドサポートでコピーっていうのがあれば、サポーテッドを出しましょうと。で、普通のクリップボードボタンはノーになってるんですけど、あれば、ディスプレイがイニシャルになるというふうなものですね。なので、これで コピーコマンド自体をサポートしてるかどうかっていうのが、これでわかると。うん。一瞬隠れますもんね。うん、大丈夫だ。OK。OK です。なので、まあ、ちょっとドムを直接見る機会っていうのも、中はないか。中はないんですが、まあいいんじゃないかなって感じですかね。はい。まあ、クラスリストにアットみたいなことができるみたい。これはもしかしたら HTML の普通の機能かもしれないけど。はい。じゃあ次。で、コントローラー、リユーサブルなんで、こうしなりましたと。で、ターゲット can go any kind of element。何を言ってるんだ？まあ、リユーサブルできますみたいなことが書いてあるのかな。ページ。コピペしても動くよみたいなことが書いてあるのかな。なんかそんな感じですね。例えばこれをこうやって2つ書いて同じにしといて、こっちが、5678にしておくと。はい。で中身全く一緒ですと。というふうにしても同じものなんだが同じものとしては扱わず、こっちのコピーをすればこっちが選択されて、こっちをやればこっちが選択されるようになりますよということですね。なんで、そのままコピーしてっても、ロジック自体は1個でよくて勝手に2つ別のものとしてバインドされるっていうようなことが書いてあったっぽいです。OK かな。はい、なんかこれでいい気がします。次、マネージングステート、ビルディングはスライドショーを作りましょうと。でスライドショーはこれでいいですよと。でちょっといろいろ出てきたんでちょっと別のファイルを作ります。はい、これが本体。はい、そ
そしたら、まず中身がこれでいいね。これでスタイルを作ります。はい、スタイルはこれ。スタイル。はい、OK。スタイル書いたと。で、中身がこれですと。よいしょ。これですね。これが中身。で、これがスライドショーだっけ？はい。ここがスライドショーになると。はい。で、ターゲットはスライドだけで、イニシャライズとかもモニモニあって、なんかいろいろ起きますというような形になっていると。はい。OK。で、これで、まあ動かしてみるか。あ、違う違う違う。これで、スライドショー HTML。いくと、こうなると。ピッ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 と。いいっすね。うん、トントントンと。おー、できたと。素晴らしいと。楽ちんですね。で、ライフサイクルのコールバックがいろいろありますみたいなこと書いてますね。イニシャライズとコネクトと、ディスコネクトっていうのがあって、初期化の時だけ、最初だけ動くやつ、1回だけですね。で、コネクトは、Anytime コントローラーなんで、1個1個のコントローラーに対して1回ずつ動くようなやつですかね。コネクテッドの時に。で、ディスコネクテッドはコネクトの反対みたいなもので、3つあるのかな。イニシャルステートフロムザドム。まあ、ちょっとしたチップスが乗ってると思っていいのかな。まあ、そんなになんか大したことが書いてあるというふうにはあまり見えないので、なんか最初に開いた時にこのページを最初に開きたいって時はあのデータインデックスみたいなのを作りゃいいんじゃねえのっていうことが書いてあるような気がする。はい、これですね。これこういうふうにレンダリングしてあげて、こいつを読めばいいよと。なんかこれでいいんじゃねえのっていうふうに書いてある気がします。なんか JS に直接値を埋め込みみたいなことはやるなみたいな感じに見えました。はい。で、5番はあるんですが、一旦ここで切ろうかな。はい。ということで次回はここの5番と6番をやっていこうと思います。はい。では次回をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。